心境、愛しいダンテ様をもてあそんだクソ集団、今度あったらミンチにしようと思っていたが、今度は私の重要な駒であるかなでまでも奪うか。あの子は地球防衛軍第3部隊隊長天野絵を抑制する必要な材料だったのに。何のために2年間も面倒を見たと思ってるんだ。その成果だけを奪うクソカルト集団が。あの女どもがヘマしたら私が即あの不潔女の首をはねる。ねえねえ、ちょっといいかな。なんだ、さっき目立ってた人ですよね。その子返してもらえる。あたしになんかよ。君じゃなくて、目の前で持ってる女の子を返してほしいの。おい、フォン、使え。え？バレてんだよ、さっさと握手券使え。私の握手券は時間かかんのよ。わかった、それじゃあ別の場所で準備してて、私も逃げてそこに向かうから。捕まったら容赦しないぞ、足だけは引っ張んなよ。やったー、粘土部隊砲が去ってくれたー。これで気兼ねなく取り返せるねー。欲求操作がどうこう言ってたよねー。それくらいなら問題ないねー。握手券欲求操作か。ごちそうさまー。能力効果を食べた。ほらほら、もう悪あがきはダメー。早くその子返してー。今日はどうしてこうも規格外な奴らとばかり。あー、もうやっぱり使えない。この女をどこかに置いてきな。それでここに戻ってきて、早く。痛いなぁ、相場に支配の自動吸収が発動しなかったよ。まさかクールタイムとかあるの？なんでミユ様そのこと教えてくれないの？そうだったー、私が自分で能力のこと黙ってたんだー。失敗だったよ。私の攻撃を抑えるってことは実力者か。ここである程度潰しておかないとこいつは見た目通りに耳と鼻だい。今度どこかに隠してもすぐにバレる。やっぱり一オーラ分の契約しかしてないから、能力も身体能力やオーラも全然ないよー。困ったよー。エテルもなぜかここに来てないし、繊維喪失してるのかなー。これはちょっとまずいかのー。反射神経もすごいけど、それくらいね。所詮ただ綺麗なだけの女はその程度なのよ。わかったか、ケモ女。はぁ、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 ここなら問題ないはず。よし、あとはこの部屋に置いていることがわかるようにマーキングをつけておけば。待て、今1回であの記事が戦ってるのはかなり問題のはず。大騒ぎになる前に私の能力で撹乱を。何？わざわざここまで走って逃げてきたのはこのためか。目は離さないよー。その子は返してもらうからねー。1回も術にかかっていない一般人だらけだったから悪目立ちしたけど、こっちのフロアの方が最悪。このフロアは選手がいる。つまり世界最強クラスが居座っている。今一番寝てはいけない危険区域。ムーナちゃん、加勢しようか。あんたがノロノロしてるからだろうが、もういいからさっさと術を使って拡散してよ。これ以上迷惑かけるなら厳罰するからね。あ、まずいかも。もう相場に支配使えるけど、よりもあるし、そんなことに使ったら。くそ、どうにでもなれ。悪視点欲求増幅操作。多少マシになるなら。来ました。抑えるけどオーラをまとってない人には無理かも。なんや、今変な気配したな。私の悪視点を邪魔して、なんなのよ。ぶち切れてんじゃないわよ、ブス。もうバレるのも時間の問題。私はここで悪視点を使う。お前は足止めしろ。できなければ死ね。わかった。じゃあターゲットと一緒に部屋の隅にいて、私が時間を稼ぐから。死なすんじゃないわよ。私は戦闘なんてこれっぽっちもできない。打開を使ってでも足止めする。私の目的のために。なんだ、この女、色が変わってる。何かスイッチでも入ったか？悪視点だかい？もう邪魔させない。あ、この感じ、すごく気持ちいい。この本能のまま全てを我が物にできる感覚。意味だな。なんだ、あのまがまがしい姿は。どう見てもおかしい。何が起きた、何が？あれ、なんで、私、逆さまなの。楽しいな、ただ快楽のためだけに壊す、獣は、こうでなくちゃあれ。久しぶりの借りたての肉。嘘だ。食べてる？そう、あんなの怪物じゃない。こんな狂ったやつなんかといたら次私の食べられるしターゲットも食われる。いや、まだあいつがあれを食べてる間はこっちに注意が向かない。早く悪視点の準備をしないと。臭みがひどいな。舌触りも不愉快だし、匂いもきついから食欲もそそられない。ドブにいる魚の方がマシ。上半身もいらないや。
そんなに前ルネスの方が美味しそう。久しぶりの復活だし、好きにしたいよね。ダメだ、私に興味を持ち出した。無理だ、あと発動まで30秒かかるのに。もう知るか、こんな女より私の命の方が大事よ。なんなよ、見られての話にするわけないよね。ごめんなさい、許して。誰にも言いません、悪さもしません、情報も全部提供します。だから、そんなの興味ないよ。餌が誰を殺そうか、悪さしようか、興味あるわけないでしょう。じゃあじゃあ、今食べてもさ、美味しくないと思うんだよね。私を美味しく食べるならさ、もっと。へへー、私はね、自分を食べられる恐怖の顔と痛みの悲鳴を聞きながら食べるのが好きだから、今が一番美味しそうだね。いやー、残念だ、クールタイムが終わればすぐ食べれたのにな。くっ、もう制御モードに入りやがった。あー、ビール、憎い。厄介者を能力制限をかけて、なお封印して現実世界に投げたってわけか。あれー、何してたんだろう。あ、女の子いるー。起きんな。主って、うちのちょっとした物音ですら起きるのに叩かれて起きんのはおかしいな。誰か主を殺そうとしてるんやろか。それはなんか気に入らんな。このクソ主はうちがケチョンケチョンにせな気がすまんのにな。人懲らしめておくのもありやな。主の味方女が1でもあればこっちの世界でも、新規ばっかり、が使えるんや。ちょうど主もらっとこう。このクソ主が寝ててよかったわ。起きてたら恥ずかしくて死んでまうわ。これはうちのためや、主のためやない、勘違いすなや。ほな、ちょっと行ってくるわ。うちに殺されるまで死ぬなや、主。そういえばさっきまでここに耳がいたはずだが。メリアも月下のところに向かった。節下とミイエルは反対側の部屋、ハッタチは全員一室にいるだろう。主様の教訓の帝オーラがなくなっている。なるほど、何かのために動いたってことか。失礼します。ことか、どうしたのだ。力を貸してください。悪神教がこの会場で。悪神教、それで全員できたのか。はい、今シティア様が追いかけてくれています。早くしないと、私の知り合いが連れ去られてしまう。そうか、悪神教が何かの能力を無差別に使って主様がその対象だった。それで深い眠りについてしまったというわけか。おそらく耳は主様のすぐ近くにいたから異変に気づいた、そういうところか。平和ボケが過ぎるぞ。私が行こう。主様をハッタチがいる病室に運ぶ。スティアが足止めしているならきっと大丈夫だろう。はい、お願いします。なんで、ハト君のことで相談しなかったのですか。いいんだ、あの中に地球防衛軍もいる。大事になって大会が中止にでもなれば主様たちの頑張りが無駄になるだろう。それより状況把握が先だ。スティアを探す。獲物は二人だろ。ならそこに二人いれば加勢すればいい。いなければ私より先に気づいて動いた奴がいる。そっちに任せればいいだろうさ。今回の行動の速さ、偶然とはいえ、賞賛に値する。これは少し見方を改めなければな。行くぞことか、この問題、隠密に終わらせるぞ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。